今日は久しぶりに断捨離デーをやろうと思いますよ。前回やったのっていつでしたっけ？なんか2、3ヶ月前にやったと思うんですけども、まあ今回は年末の最後ということで、今年のもので来年に持ち越したくないものっていうのは年末中に手放すっていうことをやった方がいいと思うんですね。そんなので今回は断捨離デーということで、もう1日使ってボーンと手放していこうと思います。あ、でも共有スペースに関しては手放すものはないですし、彼女のスペースは彼女のスペースでやってもらうんで、今回はその自分のスペースを中心にやっていきます。はい、じゃあまず玄関から行きましょう。玄関は、これは防災グッズが入っていて、こっちも防災グッズが入っていますと。で、ここが彼女のスペースなので、僕のスペースはここになります。で、ここですね、僕のスペースは。で、靴に関してはもう必要最低限のものだけにあるので、これは大丈夫ですと。はい。で、あとここですね。なんかちょっと色ごちゃごちゃしてますけども。はい、出しました。で、これはグレンズレメディってやつなんですけども、靴の中に入れる白い粉なんです。でこれがあるともう匂いが全然なくなるので、もうこれはすごくお気に入りで、まあ、これは捨てずに取っておきます。これ何か歯ブラシなんですけど、これまあ新品で未使用ですし、なんかどこか掃除をするときによく使うので、これは取っておきます。でこの雑巾も靴を磨くときに、使ってます。名前忘れちゃったんですけども、これも足の匂い対策グッズですね。もう効果がすごすぎて高校生の時からずっと愛用してるんですけども、これ、まあ、白いクリームなんですけど、これを足の裏にこうペペって塗ると足の匂いがもうゼロになるっていうすごい効果があるやつで気に入ってるんですよ。なんでこれも取っておきます。でここら辺ですね、まずこれが100均で緊急で買ったようなところもあるので、効果のほどはまあそれなりっていう感じなんですよね。そうで、これかれこれ半年ぐらい使ってなくて、今久しぶりに見ましたね。まず迷ったら捨て、次はいいやつを長く使いましょう。で続きまして、これは靴のケアセットなんですけど、ユナイテッドアローズさんから出てるのかノベルティなのかわかんないですけど、レザーケアということで、でこれは毎日使ってるんですね。これは取っときます。でここら辺は彼女が持ってきたやつなので、あんまりちょっと触らないでおきましょう。なのでこれもじゃあはい置いときます。でこれ何でしょう、なんかすごいしわくしゃになってるんですけど、これも彼女のもうアイテムなので、これも触らないようにしときましょう。でこれはですね、ワンズオフクラシックさんというところから出ているビジネスシューズですかね。友達の結婚式があったんですよね。でその時にまあビジネスシューズ持ってなかったんで、近くにある靴流通センターに行って3400円ぐらいで買ったビジネスシューズですね。でその結婚式に行って、それ以来一回も使ってないっていうやつですね。そうなので当然この物件に引っ越しをしてからも一回も履いてないんですよね。一切出番がなかったですね。まあでもこれから何があるかわからないですし、何かあった時にやっぱああってよかったなって思えると思うんですよね。まあなのでまあしまっといてもいいと思うんです。迷ったら捨て、次買う時はこれで外に出たいって思えるようなワクワクするビジネスシューズを買いたいと思います。僕のスペースもごちゃごちゃしたんで、ちょっと整えてみました。ちなみにこれ余談なんですけども、こちらに見えているサイドゴアブーツ。これは僕が阿佐ヶ谷に住んでいた時に、近くの靴流通センターで買ったやつなんです。で、これ値段が7000円ぐらいでしたね。そう、比較的リーズナブルだったんですけども、めちゃくちゃ履きやすくて愛用し続けてるんですよ。そう、なので値段じゃないですね。はい、玄関スペースが終わりましたので、続きまして洗面スペースに行きましょう。よいしょ。はい、洗面スペースはタオルかけたりぐらいはしますけども、物は置かないようにしています。じゃあ物どこにあるのって言ったら、この下の棚の部分とこの鏡の向こう側ですね、はい、にあるんですけども、僕の場合はこっちですね。これが僕のスペースになります。なのでちょっと一旦ごちゃごちゃしてるんで出しましょう。やっぱ人はスペースがあるとそこに詰め込んじゃうんですよね。これだけわーっと出てきましたけども、これは矯正の器具ですね。はい、皆さん矯正してる人っているでしょうか。僕は中学の時から矯正をしてるんですけども、最近これほぼほぼつけてないんですよ。まあでもちょっとこれを捨てるのはもったいなすぎるんで、これはちょっと今せっかく出したんで使いましょう。こうやって後で取り出して口にはめたいと思います。
あとお口ケアのやつはこれですね。これも長いですよ。フィリップスさんから出ているソニックケアなんですけども、これのおかげで僕はもう歯の検診するときに必ず褒められるようになりましたから、なのでこれはもう大切ですと。でこういう歯の先端につけるブラシもこれは絶対使うので、そうこれは置いときます。この2つですね、まあこれは今現在進行形で使ってるんですけども、このソニックケアのホワイトニング専用の歯ブラシだったような気がしますね。そうで、これよく使い方がわからなかったので使ってないんですよ。でまあこれから使うかなと迷ったら捨て。ホワイトニングに関しては今こちらの歯磨き粉を使っているので、そうこれで大丈夫でしょうということですね。はい、これしまいます。あとこれはソニックケア用の充電器ですね。一番使わないスペースに置いておきます。あとこれはヌヌさんからいただいた電動ヒゲ剃りです。そうこれめちゃくちゃ電池持ちよくてすごく剃りやすいんですよ。そうヌヌさんがいらないっていうんで、じゃあ僕くださいって言ったら本当にくれたんですよ。そうなのでありがとうございますっていう感じなんですけども、ただですね今ちょっと脱毛中なので、そろそろこのヒゲがなくなったらこちらも一応手放させていただきます。先に言っておきます。あでもただ捨てるのもったいないんで、その時は視聴者プレゼントさせてもらいますね。身だしなみの段のところに入れておきましょう。でこの電動シェーバー用の充電器も使わないスペースのところに入れておきます。これはあと肌ケア用のやつなんですけども、このニベアの青缶ずっと使ってたんですよね。これは愛用してました。でもあの和之助さんっていう YouTuber の方のおすすめで今はこういったアイテムたちを使っているので、これはもう残り使い切ったら手放すという形ですね。よし、バッチリ収まりました。で、残ったのがこれなんですけど、このアリミノのワックス、最近かなりあのヘビロテして使っているものなので、これは使い切っていこうと思います。で、残ったやつがこれなんですけど、これは加齢臭を防ぐためのクリームですね。で、これはまあ、普通に使ってますと。あと僕、眉薄いんで、こう、眉を描くときのやつ、爪の先端をすごく綺麗にするってやつなんですけど、これも、あの、身だしなみとして使ってます。で、これはヒゲ抜きですね。まあ、ヒゲ抜きっていうか、まあ、鼻毛抜きなんですけど、これも、まあ、一応使ってるんで、まあ、これも置いときます。で、これが残ったんですけども、これはですね鼻毛カッターです。鼻毛カッター、ただ電池入れても今つかないんですよ。こうやってドゥーンって落下した衝撃で先端がへこんでしまいまして、そうこれちょっと壊れてるんですよね。ただ胴体とか他のところは全く問題なく動いてくれるので、この先端の部分だけ、これをちょっと交換、パーツがあったらちょっと交換してみたいと思います。おー、アマゾンで売ってましたよ、さすが。まあただ僕は楽天経済圏なんで楽天で買ってもいいんですけど、やっぱなんかちょっと高いんですよね。なんかアマゾンで買った方が普通に安くゲットできるんで、まあ、今回ちょっとアマゾンで注文したいと思います。いやーよかった、これ修理しながら長く使えますね。はい、じゃあこのパーツはありがとうございましたと。これで気になってたものが片付くのでよかったです。はい、続きましてリビングスペースに来ましたけども、ここはもう完全にあの共有スペースなのでいじりません。で、ここですね、自分の洋服ちょっとチェックしていきましょう。この1、2、3、このスペースが僕のスペースなんですけども、これでもう春夏秋冬全部いけちゃうので、まあ、これ全部必要ですね。でこれパジャマたちが入ってるんですけども、ちょっとごちゃごちゃしてますね。まあ若干整いました。うん、すっきりしました。で、こちらは、これ彼女の、あのパジャマスペースですね。なので僕の洋服スペースはこことここということで、もう OK です。そして、ここのアウターたちも、全部使ってるので OK です。はい、共有スペースは以上ですね。じゃあ続きまして隣の部屋に行くんですけども、隣の部屋はですね、あ、ちょっと洗濯物移動させましょう。ちょっと端に寄せました。そしてここが僕たちのその寝室スペースですね。でここがまあ共同スペースだったり、あとこの上の部分はなんか備蓄品だったりとか、あの日用品というのがこんな感じで置いてあるんですね。なのでここは特にいじるものはありません。なのでまあいじるところって言ったら本当ここですね。うん、まあ、で言っても上はもうほぼほぼいいんじゃないかなって思うんですけど、なんかこん中ごちゃごちゃしてそうですね。はい、うわーごちゃごちゃします。あれ、これはですね、アップルウォッチを買った時にそのステンレスベルトみたいなのが欲しかったんで、これを買ってみたんですね。そしたらめちゃくちゃ腕太かったんですよ。そうなのでこれはちょっと合わないなと思って、あの 2,3 回使ってもう放置してたっていう感じですね。なのでこれはもうちょっと本当あのもったいないですけど、あ、これは非常にもったいないんですけども、ありがとうございました。あ、ちょっと分かりにくいですけども、これも使ってないですね。これはマイクロ USB ケーブルです。
このミニドローンの操作性があまりにもその自動化しすぎててあんまり面白みがなかったんですよね。なのでこのドローンも徐々に使わなくなってきてしまってます。なのでこれもあと 2,3 回遊んだらちょっとメルカリの方に出品して、僕より必要としてくれてる方にちょっと譲ろうと思います。なのでちょっと一旦手放す候補としてありがとうございました。配線周りの方も整えたのでこれですっきりしました。はい、OK です。で続きまして下ですね。はい、下もだいぶ整ってきましたね、前と比べると。この箱の中に入れている収納スペースっていうのも、その気づいたらどんどん物が増えていく、なんか忘れ去られちゃったアイテムなんかも結構あったりするので、ここもちょっと見ていきましょう。はい、まずこちらからですね。はい、こんな感じになってまして、多分これとこれが役者が被ってるんですよね。こっちが無印さんから出ているヒノキの香りがするアロマオイルで、こっちがただいまさんから出ている柑橘系のすごく上品な匂いがするこれもアロマオイルなんですよね。まあこれちっちゃいんで、まあ使ってますし、これはちょっと置いときましょう。これですね、スマホサイズでめちゃくちゃちっちゃいライトなんですけども、ただこれちょっと壊れてきてます。今は大丈夫みたいですけど、これ電源が落ちても、あの電気がピカピカなんか脈を打つみたいにつく時があるんですよ。なのでちょっと使いづらいなっていう風になってきた。まあこれ不具合なのでもう寿命かなっていう感じですね。なのでこれは今年いっぱいで本当ありがとうございましたっていう感じですね。うん、あとは OK そうですね。あとこれですね。これは iWalk さんから出ているモバイルバッテリーですね。これ iPhone 7を使っていた時に、使っていたんですけども、今これ 11 Pro Max に変えてからこの電池持ちが良すぎて1日中バッテリーが持つんですよ。なのでおかげさまでこのモバイルバッテリー一切持ち歩かなくなってしまいました。ということでこれは本当ありがとうございました。これは全部使っているのでこれは OK です。やっぱりしまうとすっきりしますね。で上の部分がですね、これあのキーボードとマウスが入ってます。はい、なんでこれも OK です。はい、これはプロテインシェーカー一式が入っているので、これも今現在進行形で使っています。でこれは貴重品ボックスなのでこれも OK です。であとこれですね、よっこらしょ。いやー、なるほど、こんなちょっといろいろごちゃごちゃ入ってますね。このストラップは使ってないんですよね。ペンタックスのストラップは他に必要としている人にちょっとプレゼントしましょう。でこれマスク必要です。あと他、カメラだったり通帳だったり、全部必要なものが入ってますね。ありがとうございました。いやー、それにしてもこの無印のトタンボックスはいいですね。この見ててもワクワクしますし、大容量でもコンパクト、サイズがちょうどいいっていうので、これは本当に買ってよかったです。OK です。でこの左にある箱たちっていうのは、これ確定申告だったり税務処理で必要な書類が全部入ってます。5年分入ってます。そうなので、本当はこれ手放したいんですけどもね、そう保管しないといけないんですよ。なのでもこれは仕方なしということで、これで OK です。物に関しては以上ですね。でも一個一個必要だから買ったし、最初のうちは本当に活躍してくれました。なのでありがとうございました。で続いてやるのは情報の断捨離ですね。入ってくる情報をどんどん無駄なものは手放していくってことをやりたいと思います。僕メールアドレスは Gmail アカウントを使っています。で左側にフォルダを作成して、ここに必要なものは全部入るようにしてます。ただそれに関係のないものだったりメルマガだったりっていうのが、やっぱこういった受信メールに来ちゃうので、こういったものはどんどん解除していきます。かなり細かい作業なんですけど、これ一個一個プチプチやっていかないとどんどん溜まっていっちゃいますからね。そう、あと困るのが、この説明通りにこう操作してもそれできてるんですよ。受け取るにチェックを外しているにもかかわらずメールが届いちゃうっていうのは、これはどうしたもんでしょうかね。シンクウィズグーグル、これは何でしょう。これはちょっと必要ですね。12月のピックアップ記事と、でこうやって自分に役立つなと思ったアイテムはもうフォルダ分けをしてしまいましょう。これでフォルダーができましたので、これからこの Google さんからの、関連記事というのはここに入るようにしています。よし、これで OK。 メールに入ってくる情報すらそのどんどんブロックしていくってことをやると、本当に必要なものだけが入ってくるようになるので、すごく見やすくなるんですね。そのなのでこのやり方すごくおすすめです。めんどくさいですけどおすすめです。あとはパソコンのフォルダーの中にあるデータで不要なものっていうのはどんどん手放していきたいと思います。
前僕の生徒さんの人でその生徒さんのパソコンを見ながらこうやって操作説明してたんですけど、その時にあこのファイル出してくださいって言ったら5分ぐらいずっと探してたんですよ。であれ見つかんないな、どこだっけと思って、でやっとフォルダーが見つかったと思ったらバージョン 1,2,3,4,5 みたいなことがあって、どれが一番新しいんだみたいな感じですごく探して、でうわこの時間もったいないなって思った経験があります。部屋の中をきれいに整理整頓すると同じようにパソコンの中もきれいに整理整頓しておいて、すぐにアクセスできるように何にどこにどんなデータがあるのかっていうのが分かった方がすごく頭もすっきりしてやりたいことに集中できると思うんですよね。なので僕はそのパソコンの中にあるデータたちっていうのもどんどんその不要なものっていうのは手放していったりとか、あとはフォルダ分けしていって、そのきれいにすっきり整理整頓させておいた方がいいかなとは思ってます。うん、まあ、5年前に一発目の断捨離をやった時みたいなこうスッキリっていうよりかはなんかちょっとこう疲れが出るっていうのはなんかありますね。そう、まあ、感覚的な話なんでちょっと分かる人だけ分かればいいと思うんですけど、その決断をするにもやっぱりその意思のエネルギーっていうのを使っていくと思うんですよ。そうなので、そのいるいらない手放す残すっていう決断を一個一個していく、それを繰り返していくとなんかどっと疲れが出るっていうのはあると思います。そうなので、そういった決断疲れっていうのを、まあ、しないためにも日頃からスッキリとした空間だったりスッキリとしたそのパソコンの中身をキープしていくっていうものをやると常にスッキリした状態をキープできるんじゃないかなというふうに思いますので、はい、でおすすめです。年末は本当にゆっくり過ごすということでちょっとやっていったらいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、ということで、まあ、伝えたいことは以上です。これは新しいものが来てから入れ替えっていう形にします。ちょっとまだライブ配信でも使うので、ね。